アレクサンドル・ヒョードロビチュ・ゲリケは、ロシアのオルガニスト、ピアニスト、作曲家。モスクワに何世代にもわたって続く、ドイツ系音楽家の家庭に生まれた。モスクワ音楽院に進学し、1891年より、ピアノを、ガリ、パプスと、サフォーノフに支持する。作曲は、セルゲータ・タネイエフとアレンスキーの指導を受けるが、1898年、 頃から公式の作曲教育を受けるのを止め、独学に転じた。1909年にピアノ科教授に迎えられたのを機に、母校モスクワ音楽院に勤務するが、その後は室内楽やオルガンの指導も行い、とりわけ JS バッハの優れた解釈で名を馳せるようになった。作曲家としては、オペラや公共曲など、多数の作品を残したが、中心は、 オルガン曲とピアノ曲であった。伝統的な指導をほとんど受けていなかったにもかかわらず、いくつかの力作は評価され、23歳の時、コンクールに提出した作品は、ルビンシュタイン賞を受けている。父方のいとこに作曲家のニコライ・メトネルがいる。ありがとうございます。